休学から復帰しようとしている梶賀さん。以前は人に興味がなかったし、先に希望もなかった。自分が信用できず、自分の気持ちに鈍感で、嫌なことが嫌と言えない。小学校の頃から2週間に1回はずる休みをし、水泳の日は必ず腹を下す。罪悪感よりも行きたくない気持ちの方が強かった。中学ではいじられるようになり、徐々に不登校に。親の送迎ありきで特別教室に通い、出席日数を稼いだが、車の中で泣くほど辛かった。転校をきっかけに学校に全く行けなくなる。授業内容はついていけない。周りと仲良くできない。中3の勉強をするため通信制のオープンキャンパスに行く。その後、専門学校に行くために実家を離れることに。生活費の節約のため兄と同居。兄の彼女も半同居状態で、ずっと居候のような気持ちでいた。常に人と一緒の空間がこれほど大変とは思わなかった。そのことを打ち明けられないまま限界を迎え、休学することに。休学中、メンタリスト DAIGO さんのストレスを操るメンタル強化術を読んでいると、自分の抱えている問題ばかり扱っていて衝撃を受け、少しずつ変わっていった。少しずつ物事をどう捉えるかが重要で、自分の努力が足りないからではなかったんだと思えた。そこから自分の短所を長所に。気が散る。それはいろいろ考えている。書き出せばアイデアの宝庫になる、などである。今は悩むことが特技。行動の原動力は焦りや葛藤。言ってはやめてを繰り返し、やめたらやめたで後悔する。学校を休んだ日が辛いものになると気づいた。そこで人間関係以外の方法、散歩でストレス発散、瞑想でメンタル強化、映画、読書で共感能力を高め、自分のためにすることが自分の仕事だと思ってやれるようになった。梶賀にとって脱出の流儀とは。自分を否定する必要はない。短所を強みに。